レミ・マルタンはフランス、オーブナ出身の元ラグビー選手。フランカーとして、フランス代表とアビロン・バイオネなどでプレーしていた。2000年にスタッド・フランセの監督をしていたベルナール、ラポルトから誘いを受けたが、ラグビー以外の職も保証することを申し出たスタッド・モントアを選択した。翌2001年、スタッド・フランセに移籍する。監督ニック・マレットの下で、技術的に進歩したが、 新監督、ファビアン・ガルティエの指導により、また一つ新たな段階へと進んだ。ガルティエはマルタンが持つ、優れた、機動性とタックル技術という素質に結びつける形で、ぶつかった時に倒れずに進んでいくことのできる技術を身につけさせた。このことによって、相手ディフェンスの邪魔を防いでより早く、ダックからボールを出すことができるようになった。こうした上書のおかげでマルタンは、 フランス代表にポストを得ることができた。2002年のシックスネーションズのイングランド戦でデビューを飾ったが、マルタンが代表のフランカーの主たる候補者になったのは2005年の夏のテストマッチ及び秋の遠征においてである。このポジションは競争が激しく、他に、ヤニック・ニャンが、ティエリー・デュ・ソトワールという若い選手、またジュリアン・ボネル、セルジュ・ベッツェンといった年上の選手がしのぎを削っている。 2015年1月ヘルニアにかかり引退を表明した2002年3月2日のイングランド戦で初キャップありがとうございます